純がもう割のいい仕事、なんだろうな。割、仕事に割のいい仕事なんかねえよ。なるまでに苦労するだろうし、楽して働いたら辛いだろうし、割のいい仕事なんか何にもねえよ。地獄だよ、全部。何やってても。金もらったら。国会議員とかじゃねえから、お前国会議員なんて一番つれえぞ。ニコ生で悪口言われちゃったとかいうレベルじゃねえぞ。150万票手にして、アンチ同じくらいいるんだよ。150万人敵にして、やるんだぜ。絶対、あんなのもう精神崩壊するわ。精神崩壊するわ。市議会議員は楽らしいぞ。まあ、ちょっとは楽なんだろうね。あんな辛いだろう。杉村太蔵とか化け物だよね、あいつね。メンタル鋼だわ。薬剤師とか楽だろ、楽じゃねえよ。病院で働いてるやつで楽してるやつなんか一人もいねえよ。地獄だよ。あんな割良くねえよ、全然。看護師も薬剤師も。OTPT。すべてがつれえよ。証券会社くっそ楽。楽じゃねえよ。証券会社ってめちゃめちゃ忙しいイメージあるんだけど。金とかさ、いやー、無理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 。楽じゃねえよな。なんなんだろうな。楽な仕事って給料安いしね。金融とかさ、やっぱさ、お金を扱ってるもの、人を扱ってるもの、それ以外のものがいいんじゃない？そう、商品の対象がさ、人間とかお金ってさ、人間の欲望が一番渦巻くところじゃん。俺、だめ、でも SE も大変だよな。地獄のような。だから楽な仕事がねえんだよ。エロ漫画家だけど楽だぞ。じゃあみんなでエロ漫画家になろうぜ。しかもエロ漫画家も楽じゃなさそう。大してさ、好きでもねえ描いてさ、本当は、ちゃんとした、なんていうの、エロ漫画じゃなくて、少年ジャンプとかに連載してんだよ、俺だって、つって、虐げられて。トラックの運転手だってよ、足に血栓作りながらよ、いつ脳梗塞になって死ぬかもしれねえっつって。で、大したなんか、ねえ、健康診断も受けれずに俺っていつ死ぬんだろうっつって。自問自答する日々。ガチできついの、飲食系。で、飲食店で働いてる人って楽しそうだけど、俺飲食店でバイトするのすげえ好きだったからさ。アットホーム感。俺たち輝いてるかあいつら出すじゃん。全然輝いてねえのに。で、あいつらなんであんな、俺たち輝いてる感出すの？全然輝いてないじゃん。汚ねえなんかさ、厨房で泥まみれになりながらさ、なんなの？輝いてる感。出すよな。まあ、大学生が多いからだろうな。俺飲食店でバイトしてたよ。でも、その時は俺たち輝いてる感すげえ出してたわ。地獄、なんかね、すっげえ繁盛してる。めちゃめちゃ繁盛してる、とんかつ屋さんで働いてて。3時間待ち、当たり前っていうところで働いてて。で、俺、皿洗いしかやらせてもらえなかったの。なんでかって言ったら、人前に出たくねえって言ってたら。で、キッチンもやりたくなかったの。俺、皿洗いだけやらせてくれって言って、ものすげえ勢いで、みんなの食いかしのゴミどもが、ブワーってくんだよ。で、もう、ひたすら10時間皿洗うって仕事したの。ほんでさ、気狂ってきちゃって、患者じゃねえ。お客さんのさ、食べ残しのカツとかをバクって食いながらやってたもん。気狂っちゃって。でも休憩時間にさ、顔中油まみれ、泥だらけでタバコ吸って、ドカチンがさ、コンビニの前でラーメン嬉しそうにすすってるみたいに、パーっつって、歯も真っ赤っ赤で、パーっつって、バーイ、休憩の時の一服って最高っすよねっつって、60歳ぐらいのクソ負け犬のジジイと、一緒にタバコ吸ってたわ。独身で、飲食店の、皿洗いしてて、若い女にストーキングしてパクられたやつがいるのね。俺の唯一の山田さんって。そいつも山田さんだわ。あいつ今何やってんだろう。すげえ美人の、女の子のバイト、めちゃめちゃ可愛い女の子のバイトが来て、帰る家の方面一緒だから一緒に帰ろうってずっとストーキングしてたら、クビになってたわ。今70ぐらいになってる。頑張ってっかな。一番辛いのって何だ？一番底辺って何なんだろうな。介護士さんとかじゃない？やっぱ。費用対効果が悪い。辛い。よく頑張ってると思う。
工場とかって別にそんな大変じゃないでしょ。大変だろうけど、あれって人間関係とかって大変なの？ああ、保育士も大変だな。え、LINE 校とかって給料いいって聞くけど。LINE 校とか、原発とかか。なるほどな。バキュームカーのバイトしてた、時給高かったでしょ。あれすげえ高給取りなんだよね。600万とかもらってんだよな。LINE 校ってやっぱ単純にさ、同じ作業がずっとできる人だったら結構いい仕事なんじゃない？可愛い女が多いバイト先教えてくれ。まずお前のスペック教えてくれ。じゃあ俺が、あれ、斡旋するわ、今から。みんなに。まずお前からな。可愛いバイト、お前はどういう？俺にエントリーシートをちょっと書いてくれ。お前あれだろ、可愛い女が多そうだなってスタバとかで働こうとしてんだろ。まずお前のスペック教えてくれ。年齢、特技、年齢、顔面スペック、主観でいいぞ。主観で。主観でいい。立ち見 B のあなた。俺評価。加藤純一ハローワーク開催中。可愛い子がいながらってどうせ仲良くなれねえのに。いや、それはちょっと装飾系すぎるよ、みんな。最近さ、女が、男の装飾家ってさ、よく言ってんじゃん。まあ、実際あると思うんだよ。女の野郎がさ、あいつら、やたら装飾になってきてるよね。19の大学生、顔普通。飲食店だよ、だから。お前はさっきも言った通り。おめえなんかがスタバでバイトしてもよ、あれだぜ。普通の大学顔が普通で、別にスタバで働いてても何の魅力もねえぞ。飲食店でガチガチ働いてよ、一生懸命やってるとこ見せないと。飲食。スタバなんておしゃれな店員しかいねえだろ。ちょっとそこの君、スタバでラテらないみたいな、そういうノリでできんの？こんなインターネットでさ、俺の放送来てさ、どこでバイトすればいいかななんて言ってるなよなよ系装飾クソ男子に、荷が重くねえか？お前、ワタミ。お前、ワタミな。一人救った。お前、ワタミでバイトしろ。ワタミか白木や。まずそこで経験積んでからスタバだな。あ、よかった、飲食行きますって。なかなかいいじゃねえか。お前、ワタミな。絶対働けよ、ワタミで。よく頑張った。俺にも紹介してくれ、分かった。それから等身大の自分をちゃんと言えよ。等身大の。そしてこれを広げると。慣れてきただろ、使い方。23歳。顔は君らの輪郭。お前か。なるほど。なるほど。まずお前は、顔は、はっきりと終わってる。今は小学生にスポーツを教えるものをやってる。いいじゃん！分かった。そこで、主婦狙い、人妻。それで。若くて、子供に一生懸命で、人妻でもいいよ、最悪。かっこよくない？子供にスポーツを教えて、何教えてんの？あべ、延長しとこう。何教えてんの？今。何教えてんの？何の変える必要もねえじゃん。それか飲食だな。ブスは飲食行けって、俺の中の。陸上競技なんだ。あの顔で？お前持ってないか？お前ワタミ。さっきのやつと連絡取り合え。ワタミな、お前は。二人でバイト受けに行ってくれ。いいじゃん、そしたらさ、寂しくないじゃん。LINE 交換してくれ。LINE 交換して。加藤純一ハローワークは、みんなの期待に応えます。英語使えたらいいな。いいね。お前英語ペラペラなの？どんぐらいなの？出てきてる。イマジネーション湧いてきてる。TOEIC 855点。わかった。もうお前の、道わかったよ。
あの、俺が桑田真澄さん紹介するから、あの人トイック満点取りながらモノマネ芸人やってるから、お前も同じ系統でいけ。顔誰似てる？お前もトイック満点取りながらモノマネ芸人やれ。大学とかくだらねえから。そうしよう。いけんの？それで。スケートのなんとか大輔に出るってやる。誰それ？それが気になるわ。いいじゃん、スポーツ選手だから。あの辺の軍なんて野球選手ばっかりしかいねえから、そのなんとかうまくスポーツ選手に高橋大、あ、いいじゃん、高橋大輔に似てるってことはゴリラにも似てるから、そっちもいけんな。いけてるね。いける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 。モノマネ芸人になってくれ。俺が何とか紹介するわ。頑張るわ、ありがとう。また一人若者。スペック高いね。トイック855点ってすげえな。高校の英語の教師になれるな、余裕で。ワタミとかまだあそこも甘いよ。もっときついのを経験しとけよ。どこがきついの？ワタミで。引っ越しねー。なるほどなー。それか、じゃあ俺が阿波水産高校の先生紹介するからよ。一人いるんだよ。俺の母校から、あの、飲酒運転でクビになって阿波水産高校に飛ばされた先生紹介するから、そこで遠洋漁業を学んでくれ。